最初この話があった時にアカデミーで全部できるんじゃないかなっていう思いも正直あったんですね。ただアカデミーの皆さんと話している中で、僕らホーラスが当たり前に思っていることがアカデミーではまだやってないとか、そういう見方もあるのねって言われて、あ、じゃあまだ僕らができることいくつかあるんじゃないかなっていう、まあ、そんなこう思いが最初にありましたね。ホーラスではもう30年以上にわたって家畜動物を飼いながら、まあ、スタッフとして一緒に生活しながらプログラムやってるっていうことが、まあ、僕の中にも当たり前にあったんですけれども、それをアカデミーの皆さんと話してる中で、家畜がいることの当たり前っていう感覚が、あ、違うんだっていうことに気づいたのが非常に新鮮だったんですね。だから今回ゴケコッコキャンプっていう、まあ、プログラムを始めたんですけれども、僕らにとっての当たり前っていうものが子どもたちとか保護者にどういう影響を与えるのかなっていうことも楽しみの一つでした。子ども同士だけじゃなくても、例えば公園でペット連れてる人同士がワンちゃんを介してなんか見知らぬ人で話せるってありますよね。それと同じように初めて会った子たちも相当緊張してると思うんですよ。でも例えばヤギとか今回ニワトリの世話をするとかヒヨコを一緒に見るとか、そういう家畜を介して子ども同士のコミュニケーションとか距離が一気にこう近くなる、そんな実感がありました。特に昨日来て最初にヤギをそこに繋いどいたんですけども、もう真っ先にヤギの方に向かって行ったりとか、すぐその辺の草を取ってヤギさん食べるかなって言って、お互いこうこれどうとかって言って子ども同士が話している姿が見えたりとかしましたので、本当にこう、まあ、家畜というか動物っていうもの、まあ、言葉発しないですけども子どもにとってはすごい大きなインパクトがあるんだなというのを改めて実感しました。そうです、まあ、中には本当に扱い方知らなかった、むしろ怖いっていう、やっぱりヤギ大きかったですから、大きさからこう怖くてちょっとおっかなびっくりになったり、ニワトリもつっついたりすることがあるので、怖さから来るやっぱりこうなんでしょうね、恐怖とか扱いが存在になるっていうことがまあ稀にあったりしますけども、慣れていくうちにやっぱり同じ生き物としてこうそーっと抱くとか撫でるとか、やっぱり子どもたち の, 動物の接する接し方、それも変わっていったと思います。そうです、まあ知らない子もいるので、ニワトリってこうだよとかヤギってこうだよって、まあ、説明をしたりとか、こういうことやると嫌だと思うよっていう話はしますけれども、まあ、基本的には子どもが接する中で動物との距離とか関わり方っていうものをやはりこうなんでしょうね、まあ、おのずと何かこう学んでいくというか知っていくんじゃないかなって思いましたね。本当に生まれたてのひよこ、まあ、今日見ていただいたのって3日目4日目なんですけれども、まだちっちゃいですよね。だけどももうちゃんと目も口も、ね、手足もあってピーピー鳴くし、触るとあったかかったりするし、やっぱり命っていうものを本当にこう丸ごと自分の手の中に実感できるっていうものって、なかなかそういう機会ってないかなって思うんですね。だからその辺はまあ何でしょう、人間も動物としてのまだ残されているわずかか分かりませんが、本能がひよこっていうものを介して、あ、命ってあったかいとか壊れやすいとこもあるなっていうものがもしかしたら分かるのかなと思いますね。全ての人と森をつなげるっていう、まあ、コンセプトがあるんだという話を聞いたんですね。で、僕らもフォーラスとしていろいろなチャレンジしてますけれども、まだまだやはり全ての人というわけにはいかないんや、どうしても民間でやっているので、ある一定の参加者負担をしていただいてプログラムに参加していただくんですけれども、例えばそのハンディキャップを持っている方ですとか、あとも経済的にこう十分でない方に参加していただくっていうのはなかなか僕らだけでは難しいと思っています。まあ、その意味では今回のセンターが目指すものとして、全ての人と森をつなぐっていうことに対する、まあ、チャレンジ、それは僕らもぜひやっていきたいなと思っています。そうですね、まあ、フォーラスが持っている、まあ、ノウハウとかネットワークってあるんですけれども、それとこのアカデミーが持っているいろいろな資源とかネットワーク、なんかそれをうまくつないで補完し合う、連
連携ができたらいいかなと思ってますね。企業とコラボレーションしていろいろな取り組みをやったりとかしているんですけれども、どうしてもこう行政って企業とこう直接的につながりにくいところがあったりすると思うんですけども、まあ、そのあたりをうまくこうつなげることができたら面白いかななんてことは思ってますね。そうですね、例えばまあ今日は今回はヤギとニワトリでしたけども、例えばホーラースでは馬とか、まあ、ロバも飼っていたことがあるんですけれども、もうちょっと大きな家畜になってくると当然食べる餌の量も増えるし、あと出す糞の量も増えるんですね。でただペットとして飼っているのではなくて家畜として飼うってなると、餌となる草ですとか放しておく、まあ、広場リンチみたいなところ、それとあと出てきた糞を堆肥にして戻す畑であったり、そういうもっと地域とのつながりがおのずと出てくると思うんですね。なのでもし、まあ、アカデミーで今ちょっと馬を飼うっていう構想があるって聞いているんですけれども、ただ馬を飼うだけではなくて、その演習林であったり周辺の田んぼや畑をうまくつないで、本当にこう馬を中心とした小さな循環モデルっていうものができると、本当の意味で馬を飼ってるっていうことがいろんな方に伝えられるかなと思ってますね。本当に馬を飼うっていうことはある種の象徴であって、その馬を通してその地域の、まあ、小さな循環を表現していく、ここでまあ実験場として、馬って可愛いねっていうだけじゃなくて、この馬が食べてる餌はどこから来るのとか、うんちはどこに行くの、馬ってどんな仕事ができるのっていう、そんなことを伝えていければ、あ、馬って可愛いとかペットじゃなくて人間と一緒にちゃんと役に立ってるっていう、そんなことが見せれると、なかなかねこれを見せれてるところって他にはない、まだないんじゃないかなと思うので、アカデミーのチャレンジとして僕も興味があります。ただ畜産っていうと牛と豚と鳥っていうのが、まあ、普段ね食べてる方ほとんどだと思うんですけども、だけどお肉と例えば豚肉と豚とか鶏肉と鶏鶏って何が違うんだっていう、本当は同じはずなんですけども、なかなかパックに入ってる鶏肉を見て、あ、鶏さんって思う人はいないですよねだけど鶏って誰かが土地区解体してパック詰めしてスーパーで並んで食べれるわけなんですよね。なので今回のまあコケコッコキャンプでも今回連れてきたニワトリ、まあ、ニワトリを餌をあげる世話するだけじゃなくて、その恵みを全部いただこうということで、まあ、土地区解体っていうものにもちょっとチャレンジしてみたいなとも思ってますね。当たり前にいて当たり前にいただきますって言って命をいただいて食べて、また次へつないでいく。例えば今日も自分たちが食べた残ったもの残飯をニワトリたちにあげて、そのニワトリたちの中で今度卵をいただいたりとかお肉をいただいたりっていう、本当にこうお互いこう命食べ物のやり取りをしてるっていう、それが本当の意味でつながってるっていう実感をね、なかなか今そういう実感って持てないので、ちょっとでもこのセンターがもしできるのであれば、そういう実感というかつながりをこう体験してもらいたいなと思ってますね。多分やってみると、あ、こういうことなんだっていう、そんなにこう思ってたほどの、まあ、ハードルというか壁はないんじゃないかなと、何回かこうやっていくうちに、もちろん決してふざけてるわけじゃなくて、ちゃんといただくよって言って残さず食べようって言って、受け入れてくれる、まあ、子供だけじゃないですけれども人たちがたくさんいると思います。だから本当にこう今の日本というか社会って、こう生まれる瞬間と死ぬ瞬間ってなんかこう見えないようになってるんですよね。だけど本当はそうじゃなくて、生きるも死ぬも全部循環でつながってるっていう、当たり前に生まれて当たり前に死んでいくっていう喜びとか悲しみっていう、まあ、感情はあると思うんですけれども、命というつながりにおいては生まれなければ死なないし、死なないと次が生まれてこないっていう、その、まあ、言われてみたら当たり前なのかもしれないんですけど、その当たり前がなかなか実感として持てない世の中に、何かこう、まあ、風穴っていうと偉そうですけど、ちょっとこうなんか
押してみたいななんていう気がしてます。団体の名前がフォールアースって、まあ、名乗っているんですけども、直訳すると一つの地球っていう、まあ、言い方をしているんですけども、つまりなんか自分で勝手に生きてるって思いがちというか、まあ、自分でも思ってるとかあるんですけども、でもそうじゃなくてずっとこうつながってきた命だし、今生きているのも周りの命をいただいて生かされているっていう、なんかこういうプログラムを通してちょっとでも、あ、なんかこう自分で考えるような瞬間をなんか持てたらいいなと思ってますね。僕らとしてもっとチャレンジしなきゃいけない、したいと思っているのが大人であったり、特にこう森から一番遠くあるような、まあ、同世代の30代40代の働き盛りの男性女性ですね。特にまあ子育てでちょっとこう慌ただしかったりとか、あとまあ仕事の忙しさに疲れてしまっているような方がふっとこう森に入ってきた時に、あ、なんかこう普段の自分で気づいていない何かこう感覚であったり、セミってこんな風に鳴いてるんだとか、あ、いろんな種類のセミがいるんだとか、このなんかジメッとした空気の中にもなんか草の匂いがするんだとか、なんかその見えているようで見えていないとか、聞いているようで聞いていない匂いをがあるのに感じていない感覚のスイッチを入れるような、なんかそんな仕掛けができたらいいなと思ってますね。ハンモック作りっていうのをやろうと思ってるんですけど、まあ、ハンモックってあの森の中でのんびりするまあ、アイテムとして簡単に買うこともできると思うんですけども、今回は自分で紐から編むっていう、自分で編んだハンモックで森の中でのんびりしてみる。なかなかこれね、そんなことできるのって思う人の方が多いと思うんですね。だからまあ体験するっていうことはもちろんなんですけども、できるだけ自分の力で自分の手で何かを作るっていうこと、そうすることでその体験の質も変わってくるかなと思うんですね。やっぱりいろいろ今情報も多いし、道具も便利だし、いろんなものがあるんですけども、逆にそうであればあるほど足し算じゃなくて引いていく、これなかったらどうなんだろう、これもなかったらどうなんだろう、もう究極的に言えば身一つで森の中にいればどんな世界が見えるのか、どんな音が聞こえるのか、どんな夢を見るのかなんかそんなことって、まあ、僕自身もあんまり経験それないので、自分自身もちょっとこう楽しみながらやってみたいなとは思ってますね。今ちょっと思ったのが、例えば20年後って言った時に、今まさに僕はアカデミーができて20年後にここの場にいて、今こういうプログラムやろうとしてます、やってますって喋ってるんですよ。その意味で言えば20年後このセンターができて、例えばあの時のコケコッコキャンプに参加してたのが実はきっかけでしたって言って、今日の参加者の誰かが今僕がここに座っているようにこのカメラに向かって喋っているっていうのは一つの理想像かなと。つまりやって終わりではなくて、プログラム参加した人が今度する側に回る、そうすれば物の循環だけじゃなくて人の循環で、ここの、まあ、運営というかここを支える人がここの参加者の中から出てくるっていうのが、まあ、究極の理想なのかなと思いますね。やっぱりこう横の広がりっていうだけじゃなくて、縦のつながりっていうんですかね、時間軸で行った時に例えば親子であったりとか、まあ、それもあるんですけども、だからそういう意味ではやっぱりこれからは子供だけじゃなくて、まあ、小学生があれば中学生、高校生、大学生で20代、30代の若者向け、まあ、40代、50代でさらには年配、もちろん外国籍の方であったり、まあ、ハンディキャップ持ってる方であったりとか、いろいろなこうターゲットの方にプログラムってできるんじゃないかなと思ってるんですね。だからまあ本当に繰り返しとか世代を継いで来てもらえるような、まあ、やがてみんなの森になるっていうのはある意味そういう意味もあるんじゃないかなって思ってますね。